国立大学附属小学校で君がよを教えていないということが判明しました国立よ国立ですよ指定教科書を使ってないとかまあそういうことは一応違法らしいんですけど私が反応したのはここですね君がよですよいいですか学習指導要領ってあるんですけども 一年生で何を教える二年生で何を教える全部あるんですけども私一応誰も知らないと思いますけど教科書のプロですからね君がよは全学年で歌えるように指導すること一年生から六年生まで全学年で歌えるように指導するこれが小学校の学習指導要領ですところがなんか六年生だけ教えてる人かな全然君がよ教えてなかったんですってこれ学習指導要領を逸脱しています私いつだったらまあまあねともかく 国立大学附属小学校で「君が代」を教えていないふざけんじゃねえぞって話ですからね読みます。 国立大法人奈良教育大学附属小学校奈良市で道徳や君がやを扱う音楽の授業の中で検定教科書を使わないなど法令に違反する教育が長期間にわたって行われていたことが16日学校関係者への取材で分かった不適切な指導は国語や外国語などの教材でも確認一部の教員に対し学校長の監督権限が機能しない状況が常態化していたと見られ文科省が指導に乗り出した 学年ごとの指導が求められている道徳を全校集会で代替音楽で全学年に義務付けられている国家の指導も6年生以外の学年に実施せず国語は3年生以降必修となる毛筆の習字が行われていない外国語では代名詞など高学年で指導内容の不足が確認された道徳と図工では教科書を使わず教員作成のプリントなどによる授業が行われていた 学校教育法は国の検定を通過した教科書の使用を義務付けており 文科省は不適切な授業実態と合わせて法令違反と判断卒業生を含めて補修などによる未実習の授業を求めたということですね校長がガバナンスができてなかったということなんだ要するに教員が自由好き放題勝手にやるっていうことが状態化していたということですからね全学年で君がよ指導するとかここら辺全部安倍さんの功績なんですよねだって安倍さんが第一次安倍内閣の時ね だった第一次安倍内閣の時に教育基本法を改正し教育の目的の一つに新しく国を愛する態度を養うことということを入れたんです。それによって学習指導要領が変更され そしてそれに基づいて新しい教科書が作られそれがちょうど23年前かな小学校で使われるようになったそしたら音楽の教科書の君が代」の扱いが大きくなりましてねまた奈良かという話ですけどもね調べてみたら奈良だけじゃなくてね国立大附属小学校他にもポロポロ出てくるかもしれませんよ だってね学校で教える教えないでさんざんめて広島でね何人も教員が自殺してね世良高校の校長が自殺したことを皮切りにねいよいよ法制化しなきゃダメだって言ってこれも安倍さんがね動いたわけですよそれで国旗国家法が制定されたんですよねこれまで「メがルが国家であるということで法的根拠はないじゃないかって言われていたわけですからそして広島といえば闘争の地ですよ保守革新でねもう筋肉質なね闘争してたわけですから 君がよめぐっって毎回大乱闘だったわけですから法律を作って学習指導料を書き換えて全学年で国家が成長できるように指導するってなったわけですからこれ安倍さんの功績ですからね。 まあ、というわけで私もねチートばかり教科書に絡んでる身としてね検定の内容については一切触れてはいけないことになってますので、まあ、3月の半ば過ぎ後半にですね今年度の検定結果が公表されますからそれまでね是非皆様お楽しみにどんな結果が出るのかお待ちくださいませ通るとも通らないともねどういうふうに進んでるともね中身は一切触れてはいけないということになっております。というわけで。 君がよよ教えないなないんんててまだによくそんな度胸あることやってますよね学習指導要領違反ですからね。ね教科書を使えないの法令違反、学校教育法違反ですから。学校の教員が順法精神が低くてどうするんですか私実は私もね、国立ですからね。クビにすべきじゃないですか、ね、いやもうこれは首ですよ。学校の教員はね、子供たちにとって模範でなくてはいけないんですよ。教員の順法精神がこんなにゆるゆるでガバガバでどうするんですか 首ですこの点、文科省にはきつくね、指導していただきたいなと思います。武田つにチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田つにチャンネルでは、毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。